どうも、アイエス 120% の男、ブス島です。アーリス・イン・ナイトメア実況プレイやっていきたいかと思います。はい、涙の谷だったか池だか忘れましたけど、そういうところに来ました。ちっちゃくなってるアリスですね。うほほほ、やっぱこれ幻想的だよな。なんかこれ、あれがしめじ？まあまあまあ、いいでしょう。お、なんかあるぞ。石ってことか。なんか石落ちてたよな。確か、まあ行きましょう。このゲーム当時キーボードで俺よくクリアしたな。俺ただもう覚えてもないか忘れてですけどね。なんだこれ。まあまあとりあえず行きましょうか。はは、あ、こういうこと。絶対落ちたら死にますねこれ。おおおお、アリ、なかなか恐ろしいことやな。え、何が起こったの今。よいしょ。はい、うん、あ、こういうこと、こういうこと。え、多分上からね、ほら岩がねこう落ちてくるんですよ。しかしこれあんま、え、こっちまで来ちゃう？あ、来ない。まあまあまあ、はい、よし、はい、上上がります。はい、そしたら今度は、はい、こっち側だよね。よし、あ、また来るんだろこれ。こいのありこよ。おお、今度はなんだ。おお、はいはい、あ、やばいやばいやばい。こっちだったら大丈夫だ。このクソアリ、アリアリコ、なんてことしやがんだこいつ。ほんとこれ水の中落ちてもダメなやつだろこれ。よいしょ、アリコロの分際。おーしよしよ、メタルギアソリッドじゃねえんだからよ、この畜生が。アリの分際で、よいしょ、よいしょ。うわ、またこれ、今度どう来るどう来る。ちょちょちょ、やばそうだな。あ、なんだよ、テントウムシかよ。これちっちゃくなるときついな。ちょっとこれ、これかなり難易度高いな。今度どこ行くんだよこれ。あれ、うわ、なんか攻撃してくるし、鬼だなこれ。よし、あ、撃ってきやがった。あ、かっこいいなこのアリ。ほらほらほら、あー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 あああ、やばいやばい、逃げ。もう戦ってらんねえや。ほら、よしよしよし。おお、まだ追ってくる追ってくる。追ってこないね、ざま見さらせや、この昆虫が。昆虫の分際でね。誰か家族が亡くなったの？違う、コーラ校舎くじに取られちゃったんだ。僕をランチにしようとしたんだよ。泣くのやめて。哺乳類のくせに冷血、スープにされかかったんだよ。かわいそうに。でも急いでるの、ウサギ見なかった？うん、鼻ピクピク、目をキョロキョロ、しょっちゅう時計見てるやつ、変なやつだよね。お前も十分変だと思うぞ。彼見つけなきゃ。きっとイモムシが助けてくれるよ。彼何でも知ってるよ。彼はどこでタバコを吸っているのかしら。面倒が起きてからは隠れてる。秘密だから僕言わない。教えたら危険だもん。おむつ？それ何かしてくれたら別だけど。つまり取引ね。居所教えるから甲羅を取り返して。素直に返す人じゃないけど。じゃあ無理やり返してもらいましょう。マナーを教えてあげなきゃ。言うことだね。あれ強えな。でも気をつけて、あの人何でも食べちゃうから。公爵夫人か。あ、これあれか、リターンで出てきたあの提督かこれ。うんうん、なんか軍勢なのかおむつなのかわかんねえけど。ああ、こう乗ってけと。おー、はい、じゃあこれ乗っていく感じか。よいしょ、これ絶対落ちたらダメなんだろこれ絶対。こっからシューティングゲームの始まりですかもしかして。おー、でもこれやっぱりマッドネスよりこっちの方が全然いいな。うん、なんかねこっちの方が好きです。おー、おい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 、
ああ。あ、こいつも出てきたね。はいはいはい。おお。こいつも出てきたわ。ああああ、ゴボゴボゴボ。あ、落ちるとこうなると。ああ、アリスちゃん。はい、ということでね、編集してますけど、もう何度も死んでおります。じゃあ行きたいかと思います。もうね、こまめにね、セーブしなきゃこれダメだ。さっきも言ったけど、いや、結構きついっすよ。よし、この辺は大丈夫で、この辺りも、もう、下にね、魚いるんですよ、ほら。ね。いるでしょ。これで、まあ、こんな感じ。こ、ちょっと、落ちちゃまずいんだよ。よし、これ、こういったら、ね。ということでね、もう何回も繰り返しやってるんですけど、いや、結構きついっすよ。アリがね、結構強いね。軍隊だけあって。で、ここもね、結構ね、よし、これでいいや。お前ら、絶対生かしておかねえ。なんかいい武器ねえかな。あれ使うか。よし、これ使おう。ほら、行け。オープンザゲート。あ？なんも出てこねえな。ちょっと、話違うんだけど。ほら。ああ、違う。オープンザゲート。これね。お、ちょっと話違うんだけど。ちょっとさっきみたいな悪魔召喚できるわけじゃねえのこれ。ちょっと。ほら。ほらよって。うえ。ショットガンみたいなもんだからな、トランプは。うえ。あ、よしよしよし。アリもズンバリと言ったぜ。よしよし。ちょっと待てよ。ほら。うん、所詮ありよ。ほら、ああ、当たってね。おお、あ、こいつ。ほら、うえ、首ちょんぱ。おーし。で、これで今度どういけってんだ、はい、なんかね、保存しながらで申し訳ないですけど、これどういっていいかわかんないっす。わあ、爆撃された。こういあ、ここに葉っぱありますね。また乗っていきましょう。はい。おーし。いや、きついところだな、ここ。おい、おい、おいっと、ああ、おい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 。いや、なんとかここまで来ましたけど、一発でこれいけねえよ、俺。え、これ、おお、でも、なんか不思議の国って感じでいいんだけど、なんか、結構絶対絶命都市より難しいっすね。まあ、あそこ回復はあるけど、まあ、今回はいらねえだろう。おお、よいしょ。おぉ、ちょっと、なんか、酔うな。よしよしよし。今度はね、滝みたい。あ、なんだよ、なんだよ、今のなんだよ。ちょっと待てよ。え、これまた落ちる感じ？魚いる、魚いる。ちょ、ああ。ちょっと、待てよ、待て。ああ、魚に。ちょっと、はいはい。ちょっと葉っぱもねえんだからよ。ちょっと上上がらせろよこれ。あ、上がれないのこれ。はいはい。おお、よくわかんないけど、もういいや、いや、もう乱暴状態じゃねえかこれ。よしよしよし。ちょっとそこら辺、あ、この辺上がれ。よし。ああ、上がれた。ですね、もう十数回繰り返しております、ここ。はい、もうこの爆撃ね、もう何なんだこう。はい、そしてこの葉っぱ、水羊羹の葉っぱみたいの乗って、はい、ここで下って、そこに見える牛に殺意を覚え、そしてこっち側の岩に、はい、ジャンプと。はい、こんな感じ。オッケー、うまくいった、ここまでは。そして最終的にここに飛び乗るって感じですね。よしよしよし、いった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 。オッケーオッケー。そしたら、今度はこっち、はい、ブラン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 ブス島の股間もブランブランっていう感じですね。はい、行きましょう。よしよしよし。うえ。ブラン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 として最終的にジャンプするって感じかな、向こうに。行くぜ。ほら、よし、行った。やっとです。こまめにセーブしないと、やべえです。
というわけでいきましょう。体力もねえです。あの牛勝手に、お前どんどん勝手にまたこれ乗っていくのかよ。うわーマジかよ。魚いるし、葉っぱ落ちてきたし、乗らなきゃいけねえし、乗るし、魚見えてるし、また下、ここ難所だな、ここ。何この激流下り。なんだこのエリンギは、これ。これも、ちょっとしゃがむとかそういうのはないからな、これ。おー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 、あれ普通に死んだって感じ。あ、いいのか。おーおー、ちょっとわかんねえけど、とりあえずやばそうなんで、またせ、はい、なんか保存しまくってますじゃあ行きましょうか。また魚いいんだろうこれ、多分下これ。よいしょ。どういったらいいんだこれ。アリスってどうしても刃物なんだよな、こっち側渡る感じかな。よいしょ。ああよいしょ、よいしょ。あっ、え？こんなことあんのか。今びっくりした。くそ、本当にどうしたらいいんだろう俺。向こう側行くって感じなのは間違いないと思うんだけどな。よし。あそこには葉っぱも、あ、なるほど、そういけと。はいはいはい、分かった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 。オッケーオッケーオッケー。いや結構これきついゲームかもしれんな。よいしょ、ちょっと頑張っちゃおう。もう敵に、よしよし、なるべく戦わないように行こう。危ないよこれ。よしよしよし。でこれでこっち側行って、さあ逃げるよ逃げるよ、とにかく。よし、はいはい、それでこれか。よしよし、なんとか無事来た感じだなこれで。で向こう側、あーアリいるなーやっぱり。よしよし、あーやべやべ。よしよしよし、お前ら、よし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 、おいおい、よしよし、おい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 、もう一丁、おいよし、一個でも倒せればいい。おい、うわーきついわー。よし、なんとか来たぜここまで。はい、なんとかここまで来ましたけど、多分合ってると思うこれで。もうこれ以上はないよな。なんかあそこで取りたいけども、あれは取らないでいいや、とりあえずこっち行こう。よし、お、来た。カエル？カメレオンか。あなたね。ビル・マクギルだ。ラリーって呼んで。嫌ならいい、お金貸して。知恵しかないわ。クズだな。じゃあ助けてやらない。知恵なんてここじゃ無駄。何もかも逆さまなんだから。公爵夫人に会いたいの。無理だよ。あいつは自分に会いたくない奴にしか会わない。変なの。完璧だよ。あいつ赤の女王から隠れてるんだから。命狙われててね。クビでしょ。さあとも言う。俺ん家壊してこんな変なもん作ってさ、怒った猿みたいに品がない。いいんだ、どうせみんなもうじき死ぬんだし。本当にお金持ってないの。ウミガメの甲羅を取り返すまで帰らないわ。ああそりゃいい。公爵夫人の目ん玉に指突っ込んでやれ。この忠実な召使いに任せな。俺もあいつには恨みがある。こっちだ。なんだ、結局いいやつじゃんこの大名づち。なんだ、バッカン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 してる。何が起こった。デザートの時間。はい、ということでね、なんかちょうどキリ良さそうなんで、ここで一回終わりたいかと思います。デザートの時間、よくわかんないけど、はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。
まあとりあえずやっとブス島戦場へ降り立つみたいなマタグラを見てるだけと。初めて倒したやガチの旧日本軍じゃねえかよこれ。そもそも生き残れんのか俺これおおお勝った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 。敵将を撃ち取ったよし二人撃ち取ったおお三人抜き常識では考えられない発言。コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。